皆さんこんにちは。本日は家族でカップスに挑戦パート3をご紹介します。これまでのカップスは一人で挑戦する、やり方をご紹介してきましたが、パート3では2人で行うカップスを、ご紹介したいと思います。では早速やり方を説明していきたいと思います。基本的な動きはこれまでご紹介したカップスと変わりがありません。まず、いつも通りやります。さあここからが2人でやるときに少し変わります。1人でやるときはこの後また2回手を叩くんですが、2人でやるときは手を叩かずに一緒に行っている相手の方に自分のカップを机の上を滑らせて送っていきます。そして自分のところにカップがやってきたら続けて動きをやっていきます。わかりましたでしょうか。タンタンと叩くところで叩かずに隣の相手にカップを滑らせて送る、これが2人でカップスをやるときのポイントです。では実際に2人でやってみたいと思います。2人でやるときには音楽に合わせてももちろん楽しいんですが、2人で行う、カップの音が合わさるとかっこよく聞こえるかもしれません。ではやってみたいと思います。ぜひみんなもお家で挑戦してみてください。